岩戸台。千鳥、どうしてっかな。純平さん、本日49回目のため息であります。そんなに気になるならお見舞い行ったら。行けるもんなら行ってるよ。先輩たちが伊織に任せようって言ってくれたのにさ、医者が毎日の面会は許可できないっつんだよ。でもさ、ペルソナの暴走とか見ちまったら一人にしとくの心配で。新垣さんが持ってた薬が効いたんだろ。そうなんだけどさ、あの後具合どうなんかな。通算50回目であります。間隔が徐々に短くなっております。次のため息までの予想時間2分02秒。悲しい予想はやめてちょうだい。リーダー、天田さん、お帰りなさいであります。アイギスさんもお帰りなさい。同じ電車だったみたいですね。そうだね。天田さんが笑っているであります。みんなで帰るのってちょっと楽しいなって。なるほど、帰宅とは楽しい行為なのでありますね。純平さんはまだ元気ないみたいですけど。51回目を確認。アイギスの予想より早かった。不覚であります。